当に簡単な中学校レベルの文法を噛み砕いて優しく教えてくれる本で、あとやっぱ本当に音読化してほしいですね。ああ、なるほど。声に出す、なるべく声に出す、早く読めません、パスも終わりません、はい、っていうもう相談は本当によく来ると思います。Hello there、 始まりましたマテツチャンネルです。今回はですね、加藤正史先生ですね、再びお越しいただきまして、ちょっとトイックのですね、話を聞いていきたいと思うんですけど、やっぱりトイック悩みを抱えている人相当多いと思うんですけど、はい、やっぱちょっと勉強法っていうのがすごい気になっている人が多いと思うんですけど、うん、まず初級者というか初めてトイック勉強する人って何やったらいいと思います？こういう質問よく来ると思うんですけど、まあ初級者のレベルもよるかもしれないですけど、ね、はい、もうトイックの問題がそもそもちょっと難しい人とかですよね、はい、やっぱりどんな初級者にも共通してやっぱり最初に真っ先にやってほしいのは文法だと思っていて、はいはいはい、その小難しい文法をもちろんやる必要はなくて、はい、本当に簡単な中学校レベルの文法を噛み砕いて優しく教えてくれる本最近すごく出てきてるので、はいはいはい、そういったものでまず文法を理解して、なんか英語って面白いんだっていう、そこでなんかその英語に対する結構抵抗感とか面白い方多いので、はいはいはい、それを省いてから一度トイックの初級者向けの参考書とかやるとすごく入りづらい、なるほど、入りやすい入りづらい、なるほど。結構どのレベルの方でもそうですけど、どうしてもやっぱ自分のレベルよりもちょっと難しめのやつやりがちな方が多いのすごい感じていて、まあ、それ全部吸収できるのはすごくためになると思うんですけど、うん、はい、うん、確かにそれはありますね。リスニングって何から始めたらいいですか、多分多いと思うんですけど、うん、参考書、トイックの特化した参考書が一番いいんじゃないですかね、はい、うん、まあ、それこそ初級者向けのやつとか、ね、よく出る表現覚えた方がいいですよね、うん、もうそれに尽きますね、うん、知らない人が多いですよね、はい、であとやっぱ本当に音読化してほしいですね、あ、まあ、声に出す、もう何でも声に出す、はい、声に出してもそのまま英語をなんか外国語じゃなくて言葉として自然に話してる感覚をいち早く身につける、はあ、うん、そういうことが大事かなと思います。本番はやっちゃダメですか？あ、本番はやっちゃダメです。取っときましょう。ブツ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 聞こえて、本番の試験でやったりやめてくださいってカードを一回取っちゃいますからね、はい、うん、どうだったんですか？最初に受けたのいつだったの？最初に受けたのはいつ、それこそ大学2年生ぐらいですかね、はい、うん、その時どれぐらい取りましたね？その時は結構しっかりと勉強してからじゃないと失敗したくないタイプ、はいはいはい、なるほど、しっかりと対策をして、はい、まあ、一応受験で勉強した知識もあったんですけど、最初は760点ぐらい、760点ぐらい、やっぱ最初は全然もう受けた感じで、あ、もう全然できなかったので600点ぐらいかなと思ったけど、はいはいはい、でも意外にそういう点数が思ったより高くて760点でしたね。で、留学前は他何回か受けたんですか？あ、そこから何回か受けて、それでまあその後840点、はい、でその後855点まで結構トイックの教材を繰り返したりとか、まあ、800点超えてからトイックの教材だけじゃなくて、はい、結構ニュース聞いたりとか HTML とかやってましたけど、で840点の後結構勉強したのに855点しか取れなかったんですよ。こんなに勉強したのに15点しか上がらないっていうことで、ちょっと今までの勉強量とかに行き詰まりを感じ始めていた矢先にちょっと留学したいなと思ったんで、そこからもトイックじゃなくて留学トフル、ああなるほど、トフルに行った、留学先で受けたんでしたっけ最後？あ、そうそう、留学先でせっかくなのでどんくらい一応伸びたかなっていう感じで、カナダのバンクーバーで、ね、もうすぐバンクーバーのテスト会場面白かったですよ、はい、まずまあね、本当にみんなフレンドリーじゃないですか、ね、はい、見て、あれ写真撮るやつなかったですか？あ、僕はそれなかったですね。僕の時撮られてましたよ、うん、毎回並んで。あ、本当ですか？すごく、うん、あれはなんか2階に上がってく学校じゃないですか？違う会場なのかな、うん、バンクーバーのダンダンバンクーバー。でもね、言われてみるとなんか2階に上がったような気がしますね。うん、あそこ、ロブさん。そうそうそう、その辺。ロブさんの。あ、同じかもしれない、それは。多分、あそこの会場しかないと思うんですよ。うん、ダンダンバンクーバーだと思うんですよ。それで、僕だからあそこで1階で DJ が、はい、DJ プレイしながら、はい、で、トイック受けるってやるでしょ。1階で DJ プレイしながら、DJ が、その、なんか、セルフォンだったかなんかの、はい、このプロモーションで来てて、うん、
DJ がもう爆音でこうやりながらトイック受けるっていうのをやりましたすごいですねその時満点とかしてたさすがちょい自慢こう電話して文句言ったんですよ。あ本当にふざけるなっつってこんなありえねえだろみたいな で向こうがいやでもあなた満点だからって言ってきた確かにあなた満点だからいやいやそういう問題じゃない自分はいいけど他の場所でどうなるんだとあの状況で受けてあれでリスニングの時に流れてたらどうすんだとあそれリーディングだったそのなんか言ったのか、うん、リスニングの時は止まってました、うんうんうん、でリーディングやったらもうすぐスタートそれ DJ スタート真下ですからねそうですよねとんでもなかったですけどそんな事件もありましたけど、うん、で気圧70まで行って、うん、で日本に帰ってくる時はどうでしたか今日はあ日本に帰ってきて結構すぐにあの英会話学校で教え始めて、はい、でまあ教えて、まあ、落ち着いてからまたちょっと、まあ、あと20点なんで、はい、まで、あ、ちょっと勉強を再開して、まあ、模試を買ったりとかして模試もやったりとか、はい、そういった形でやったんです、うんはい、大学時代のさの700とかはやっぱ模試ですか、うん、やったかな、でもそれこそあの700点目標のあのリーディング対策とかリスニング対策とか単語帳とかもそういうのですね、はい、なるほどそういう参考書で参考書ですねがっつりやったわけですね、そうです、まあ、今とは全然違いますよね参考書のラインナップも昔あ全然違いますね全然違います今は安くなりましたし本当ですね質の高いものも多くなりましたからね、はい、いい時代になりましたもんいや本当本当恵まれてますよねもうコミュニティもいっぱい出てきますからね、そうですね当時 TOEIC が好きっていう人多分前に行ったのかもしれないけども、まあ、なかなかそれでコミュニティはなかったんで一人で勉強しましたけど今や本当にいろんな人がつながるこういう時代になりましたからね、はい、不思議な時代ですでトイック満点な人もすごく珍しかったですそうですよね当時ね何回くらい取りました日本戻ってきてでもエッセンス応募みたいなそうですね応募するまでは何回かな 2,3 回ぐらいですか多分1回取ってからも取ってますすでに満点取ってるのでどうですか一番陥りやすい壁って何ですか質問とか相談が一番来るこれができないんですけどうんやっぱりその早く読めませんあ、はいはいはい、パースも終わりません、はい、っていうも相談はもう本当によく来ると思うんですけど、はいねはい、で、まあ、お答えしてるのは、はいまあ、いつもそうですけど、まあ、無理に最後まで終わらなくて全然大丈夫ですそうです、うん、もういつもそれ言ってますあと早く読めませんいや早く読まなくて大丈夫ですむしろちゃんと読んで理解する力を先に身につければあの解けた部分だけでも目標スコア達成できるって感じです全てを解こうと思う人が多すぎるんですね、うん、そうですねなぜそれを分かってくれないっていうのと、うん、あとまあそう一問の比重が同じだっていうのも分かってくれない、うん、難しい問題を正解すればもっと高い点取られるって思って今でよく聞かれますね本当に多いの、はいはい、違いますかね簡単な問題正解しようと難しい問題成功しようと同じ比重なんで、うん、そうなんでぜひですねはい そういったことを意識してください、はい、全部解く必要がないと取れる問題を取るのが重要なんですよ本当に、うん、そこが重要だと思いますね、はい、自分自身は壁ありました壁やっぱりその855点、まあ、800点超えてからですかねああああやっぱりあの今まで最初その760点から840点は比較的短期間、まあ、半年ぐらいかなで参考書を繰り返してどんどん上がったのでまだ840点の後も同じ勉強量で上がるかなとちょっと短絡的に思っていたら15点しか上がらなかったので、まあ、そこで今までの勉強量とか勉強の仕方はじゃあもうこれじゃ伸びないなっていうのは感じましたねそうだったんですね、うん、そこからはいいろんな、まあそうですね、留学トフルの勉強したりとか留学そうですねそれは大きいかもう大きいですねあそうですね、留学するとやっぱり、うん、触れる量がホームステイとかしてたんですか最初ホームステイ、最初の半年ぐらいあ、そうだったんですね、うん、はいホームステイでで、学校はどういう勉強してたもうあの Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel See you next time, take care